テニスアカデミアの柏谷です。プロテニスプレイヤーの上沢武人です。今日はあのプロテニスプレイヤーにお越しいただいてサーブの基礎をお話ししていただきます。よろしくお願いします。高見沢プロ、あのアジア大学出身のテニス部ということで、はい、一応僕の後輩っていう形になるんですけども、はい、何歳差だっけ？24ですか、ね、24、はい、僕今30なので約10歳差まあでもやっぱり元々の実力もだいぶ違うんですけども、それがもう今日はあの選手の目線としてのお話を中心にやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではサーブの大事なポイント1つ目お願いします。1つ目はボールを抜く角度です。ボールを抜く角度、はい、ファーストとセカンドによって抜く角度が違うんです。違う、うんうん、角度を僕は意識して、まあ、ほぼあんまりフォームは変えずに、うん、ボールの抜き方だけでファースト、セカンドって打ち分けてる感じです、はい、ボールを抜く抜く正面、正面から見てファーストは45度に、セカンドはちょっと上75度に抜くっていう感じで打ち分けてます、うん、はい。イメージ的にはどのぐらい変わるイメージですか？弾道とか。弾道は、まあでも僕もファーストも結構高いところを通そうとしてるので、うん、あんまり弾道的には変わらないと思うんですけど、うん、こうやっぱり少し軌道が直線的か曲線的かっていうので違いが出ると思います。ちなみにサーブで一番やっちゃいけないことって何だと思いますか？サーブで一番やっちゃいけないこと、僕は下に打ち下ろすことが。下に打ち下ろすこと。はい、やっぱりネットっていうのが一番確率が もしかして相手が入ってるって言ってくれるかもしれないっていうのがなくなっちゃうので、うん、はい、確かに。どんなレベル高くてどんな速いサーブっても山なりでネットをしないでしっかり上を通していくってことがめちゃくちゃ大事です、はい、めちゃくちゃ大事だと思います、はい、じゃあちょっとその踏まえて、じゃあファーストセカンドをちょっと打ち分けてみてもらいます、はいはい、お願いします。ポイント2つ目をお願いします。はい、ポイント2つ目はしっかり両足でジャンプすることです。両足でジャンプすること、はい。なんで両足でジャンプすることが大事だっていう、やっぱり僕結構サーブ打つ時に今まで左足8対右足2ぐらいで飛ぶことが多かったんですけど、でもジュニアって結構そうやって習うっていうか、あの左足で右足ボール踏みながら、はい、左足だけでこうジャンプするようにしようとするイメージがあったんですけど、でもシンプルにこう左足だけで飛ぶのと右足だけで飛ぶので全然違います、高さが違うので、うん、その分地面からの力も両足の方がちゃんと伝わって、だから僕は6対4で6対4、はい、ちゃんとこう左足で踏み込むんじゃなくて右足もしっかり踏み込むように意識してます、うん。高見沢プロはサーブ打つときに足を寄せたりします？今はどっちですか？寄せてないです。寄せてない。もともと寄せてたんですけど、うん、足が前に入っちゃうので、うん、そうすると体が回ってしまうので、うん、それを止めるために、はい、寄せないで、はい、そのまま打つようにしました、うんうんうん、分かりました。じゃあちょっと足のジャンプを意識してまたサーブを打ってもらいます、はい、お願いします。Thank you.
はい、じゃあ最後の大事な3つ目をお願いします、はい、僕が一番大事にしていることは弾道を上げることです。弾道を上げること、はい、たまにそうですよね。どうしても中級ぐらいとか羽子板気味になって、うん、こう低い弾道でサーブ入るとか、はい、そういうのをよく見るんですけど、やっぱり確実に入れにいくサーブっていうのを打ちたいですよね。まあ、確実に入れにいくというよりは、うん、こうファーストサーブでもしっかり回転をかけて、うん、跳ねた後ちゃんと相手を押せるような、はい、ちゃんと跳ねるサーブ、ちゃんと跳ねる、跳ねるってスピンの跳ね方じゃなくて、うん、スライス、スピンのような形で、うん、しっかり伸びるサーブを、はい、伸びるサーブ、はい、あんまりその高見沢プロはドフラットで速い球をやったりしないんですか？しないですね。しない。僕そのトレーナーがいるんですけど、うん、サーブ戦でやられて、はいはい、フラット禁止って言われてるぐらい。フラット禁止じゃあもう高見沢プロはもう選手生活を送っていく上でもうフラットは多分いらない、はい、いらないって言ったらですけど、ほぼ、うん、本当にギャンブルぐらいそうですよね、はい、席には結構フラットサーブ好きな人が多いんで、まあ、フラットでもちょっと回転やっぱりかかっちゃうので、うん、現実的にフラットっていうのは、まあ、フラットに見えるっていうサーブあるかもしれないけど、ね、うんうん、やっぱり少し回転かけて、はい、弾道をちょっと高くして入れていくっていうのができたりですね。はい、わかりました。じゃあちょっとその弾道を特にイメージして、はい、打ってもらいます、はい、お願いします。お願いします。ポイント3つ高見沢プロに紹介していただきました、はい、でこの3つのポイントを、得ていいサーブどんどん打っていけるようになると思うんですけど、はい、日頃なんかその練習とかで行っているメニューだったりとか気にして、なんか特にトレーニングでもいいと思うんですけど、なんかその気にしてやっていることとかあれば教えていただきたいなと。僕は結構このサーブをトレーニングするにあたって結構筋トレ入れていて、はい、特に背中の部分でこう肩とかよりも背中を鍛えて、特にこの脇の部分がすごい大事で、こう脇を鍛えるトレーニング、どんなトレーニング？そうですね、こう肩甲骨をこうしっかり動かすために、肩甲骨下に入れるっていうんですけど、肩甲骨を下に入れる、下にこうずらす動きをするためにダンベル持ってこう後ろで引いたりとか、はい、うんうん、まあ、ローイングとかもそうですし、はい、懸垂とかもやって、うん、まあ、上半身はこう腕とかっていうよりは背中をメインに鍛えてやってます、うんうん、はい、あとはなんか打つっていう意味での練習みたいなのってなんか気にしてることありますか？あ、それこそもうでもボールを投げたりとか、ボールを投げる、ラグビーボールとかを投げてしっかりプロネーションを使えるようにしたりとか、うん、確かにアジア大学は特にキャッチボールしたり、はい、ラグビーボール投げたりやりますからね、はい、やりますね、はい、今でもラグビーボール投げるんですか？今でもトレーニングするときはラグビー、うん、まあ、週に1回とかは投げたりしてます、はいはい、うん、じゃあちょっとまたなんかツイッターとかでラグビーボール投げてるとこを、はい、載せてもらえたら近々なったいと思います。はい、わかりました。じゃあ一番大事なやっぱり量を打つことなんですかね。量を打つことは自分の無意識にできるぐらいまで練習するのが僕は大事かなって、うん、それもアジア流なんですけど、はい、ちなみに今例えばサーブ練習しようと思ったら、はい、どんな、何球ぐらい打ったりしますか？何分ぐらいかけて何球打つみたいな。どれくらいだろう。まあでも15分は少なくとも打つんで、もう加工してるのもあるので、うん、15分
カードして、まあ、その後ポイントだったりいろんな選手だったりして、ハーブ練習自体は15分練習が何2時間ぐらい2時間2時間あるうちの15分はサーブ練習に確かやって、その時なんか意識してるのやっぱりそのコースとか弾道とか、やっぱり弾道を一番大事に考えて、ね、弾道で回転で上げて、はい、まあいいコース、スピードっていうよりはコースと弾道を、最初歩くっていうような人は、はい、わかりました。じゃあ以上で、あの深見沢プロのサーブ大事な3ポイント紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。